イレブンサタデースペシャルゴッドアフタヌーン。アッコのいい加減に旋回。皆さんこんにちは、ご機嫌いかがですか。和田アキ子です。こんにちは、日本放送柿山忠です。もう暑いんだか寒いんだか分かんない今日この頃ですね。そうですね、今日この後なんか25度ぐらいまでなるとか言ってたけど、はい、昨日ね雨降ったせいもあるけど。そうなんですよ、寒かったですよね。なんとなくその前日がやっぱ25度ぐらいありましたから、うん、5度ぐらい下がると寒く感じますよね。いや5度は大きいよ。大きいぞ。だって普通に25度つって30度つったらウィーッと思うでしょ。やっぱり確かに30度から25度ってなんともないけどさ、いやなんかやっぱりこれは初夏なんですか。初夏でしょうね。夏日ですか、25度超えると。ねえ、初夏でこんな寒いって困ったもんですね。いわゆるアッコさんはよく着る服で悩みますからね。そうなのよ、はい、それでも今またね困ったことに、ちゃんとした洋服持っててもどこ行ってもクーラーかかってるんで、はい、今度やっぱカーディガン持ってあるから室内のためにね。そうそう、もともと足が冷えるんでどこ行くにも毛布は一応持って行ってるんですけど、足用にね。でも上もTシャツとか着てると出てるところがなんか皮膚呼吸してないぐらい冷たかったり結構大変ですよね。はい、もうそんな中ね、もう今週はまあいろいろ私今週あったんですけど、もうツイッターやんなくなったからね。あ、そうですね。説明しないとラジオはね、私のツイッターだからこれ読むと思って。これね、BS 日本の歌って NHK でやってるね、はい、それで茨城県の結城市ってとこ行ったんですよ、約2時間かけて。それで、まあ、十何人いろいろ出るんですけど、まあ、スペシャルコーナーってのがあって、私と山内圭介君と三山ひろし君、この3人でやるっていうん で私が一応そのリズム&ブルースが好きだけれども、彼らもジャンルを超えていろんな歌にトライしたいっていうね、はいはいはい、だから昭和30年代とか40年代50年代の歌を3人で歌うのよ、はい、で、まあ、その中にはアイジョージさんとかね、ビッグミネさんとか井上博さんとか、まあ、若い子には分かんないけど彼らが生まれる前の歌ですね。そう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 。で、まあ、ザ・スパイダーズとかグループサウスなんかも、ね、そう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 、斉藤秀樹君とかね、はいはい、で、もうじゃあ楽しくやりましょうってスペシャルだからさ、で8曲ぐらい私歌うんで、その中でしたらもう三山君と山内君もうガチガチに緊張してるわけ、リハーサルからね、はい、でもう直立に不動みたいに立ってて、よろしくお願いしますとかって言ってんのよ。で台本もそういう風に書いてあるわけ、はあ、もう精一杯頑張りますみたいなね。でそれを読んでるから余計なんだけど、ものすごく緊張してたから、私も緊張してたけど、これはなんかこういうところで先輩面するのもあれだし、一緒に歌うんだから、ロンリーチャプリンとかのね、ラブソングといえばこれだねって、デュエットソングで一緒に歌うんですよ。だからカメリハとか音合わせから、私ね、音合わせカメリハって楽しくしようよっつってね、音楽も大事だけど歌番組だけど、
そのコーナーも出ずっぱりだから8曲歌わなきゃいけないの。最後が、ハレリア歌ってあの鐘を鳴らすのあなたを3人で歌うんですけど、あの鐘だってあんなオフマイクにするし、うん、もうすごかったんだけど、そしたらプロデューサーが飛んできて、マクさん間違えられて、間違えましたって一瞬ですぐやったんですよ。あそこから2人が本当にほっとした顔でリラックスしてすっごく楽しくなってんですよ。行かさせてくれませんかねって言うから、でも音痴になったわけじゃないから、音痴で間違ったわけじゃないから、入るところをもう笑っちゃってできなくなったから、ね、で、アコさんが歌い直したところも含めて受けてるわけですね。めちゃくちゃ、ね、うん、そこ行かしたいと、うん、オンエアで。だけどまあ喋りがすごかったからね。いやでも、山内くんなんか一生忘れません。こんな大先輩とご一緒できるなんて最高の幸せですとかって、もう三山くんも不詳三山ひろし心に刻みました。これはあの台本じゃないの、はい、本気で言ってくれて、わーわーわーとかって言いながら、結果楽しければいいよねって言いながら、まあまあ今度見せてあげるけど、私ぐらいのもんだと思うよ。その資料にしてもね、今 MD で大体練習してるからちょっと古臭い。それも珍しい。マネージャーが MD に起こしてくれてさ、一生懸命練習して、で本番で緊張した。まあ分かんないって言うけど、ピッチの分とかね、もういいよ、雰囲気が伝わればって言って、まあいいね、もうしょうがない、うん、お客様も喜んでくださったら帰ろうです、ね、やっぱり帰りはね空いてるけど、大体2時間弱、1時間40分混んでて2時間かなとか、うわどうする、無事に乗ったし、したらもうどっか、いつも歌を歌うとどっかで一回和田子置いて帰りたいの、家に。俺無理だよねって言って、じゃあ、うん、みたい、うん、あのプチ宴会しようって言って、新幹線の名古屋からと変わんないもんなとか言ったら、マネージャーがあのワインとかつまみ買ってきてくれてであの車の中で飲んで、佐藤さんトイレ大丈夫ですかって、いやいやいや緊張してるせいか、普通だったらトイレすぐ行くんだけど、サービスエリアとか、ただ今のとこないし、割とスムースに行ったんで、あの何あの首都高速入っちゃうとなくなっちゃうんで、首都高入る前のちょっと手前がいいですよって言われたら、あと15分ぐらいっていうところがね、蓮田っていうところがあるの、はいはい、ありますね。で、行きはこんなの蒲田って呼んじゃうなとかって雰囲気で呼んじゃうとね、字が似てますからね。それで覚えてんので、蓮田っていうところトイレ行ったんですよ。で、ビャッて大きいトイレで、で行って、もうちゃんとああいうところの方が、あの変な店よりちゃんとあの除菌のあの液もあるし、ああよくできてるなと思って、私トイレめっちゃ早いから、でその時水分、その日一日緊張して水分いっぱい取ってたのに、トイレあんま行かなかったんですよ。おかしいなと思いながら、やっぱり出なかったの、その蓮田飲んでる蓮田でも。でピュッと出てきた、手洗ってる人がいたんですよ。で、ああもう見つかんないのに先出よう、化粧はしてたからいいんだけど、そしたら和田さんって言って、ガーッ見つかって、うん、はい、手洗うとこで、はい、変身です、マリー、そうです、変身マリー、蓮田のトイレで、トイレで、それも行きますかって、いや行きたくないけど、でも行っとくかっつって言ったのよ、はい、それで、まあ、変な話、出ないからすぐ出てきたんですよ、私シートで拭いて出ないから、もうすぐ、それじゃなくてもトイレ早いって言われてんだけど、もう何十年ぶりかで会ったから、私今 BS 日本の歌の帰りで茨城なんだけど、お前どっから帰ってきたのって言ったら、宇都宮で何同窓会コンサートってほらみんなで出てたの、まだやめてやってんの、やめてやってます、やめてないなうわーとかつったら、手洗うとこだから表でマネージャー待ってて聞こえたらしいのよ、うわーって私言ってたら、ね、でもその何があったと思ったけど、久しぶりって言ってるから、あ大丈夫だ、大丈夫なやつだ。その私が降りた時に、あのヘミマリのマネージャーさんが、今行かれたの和田子さん、うちほらスーツ着てるから、いつもあうちはすごいんですよ、歌の時は必ずマネージャー黒っぽいスーツ着るんですよ。そうですよね、はい、俺のチームは基本的に平日全部さんスーツですよね。いや平日スーツですけど、歌の時とか特にあのなんていうの、紙下で動いた時にあの目立たないように、スーツの色もグレーか紺か黒で、ワイシャツもグレーかネクタイもそうなんですよ。だからそんな夜に2人が立ってるわけだから、ネクタイ、はいはい、締めたね、
スーツのとこは松田のトイレに女子のところに、はい、そしたらあのヘミマリのマネージャーが今のマダコさんですからうちのヘミも今入りましたひょっとしたトイレであのお会いするかもしれませんとあいいんじゃないですかとかって言ってて手洗うとこで向こうは端っこで私も端の方で向こうは右端で洗ってた私左端でもう手だけ洗うときはいいやと思ったら言われてはぁはぁはぁって思っててうわ懐かしいなってやめてってやってっつってでやあのトイレの前でやめてあもう一回やってってやめてあのな絹のあそれはあの夏木マリですとか言われてひどいそうかなんかマリっていうやつはみんなやめてとかなんか歌うねんなっていやでもこれラジオで言うわ今日もうぜひ言ってくださいこんな京都やから彼女もともとね、はいはい、ヘミマリはで要は学園一緒の時に関西弁使ってたんだだからいやーでも大したもんやなこんなとこで会うって人ってわからんなそうお酒飲んでなくて車の中で車中でねほんで高速がここじゃなきゃ行ってないっていう本当に偶然の偶然人って偶然ってあるんだねいやいやー2人だけですかトイレ中はそう誰もいなかったもうセッティングされたような出会いの再会の場ですね、うんで表出てもやめてってやってもらってるから周りちょこっと気が付く人もいて、はい、何してんのいやそんなんがあってやっぱり仕事とか歌とか覚えなあかんか大変やなと人間ドックも受けて今週はもう人間ドックも朝の8時受付開始で8時半から始まってもうまあ昼過ぎまで夕方くらいまで下手するとかかります私いつも思ってるマネージャーに人間ドックでなんで身長とか体重とかな私の年にはいらないと身長とか体重とか別に身長体重を測ることすらちょっと待ちますからねそうなんそうですよね血圧とかね、はい、同じ部屋ぐるぐる行ったりするわけそう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 なんか機械的に動かされるんですよねそうなんだそしたらもうマネージャーにそれ毎年行きますよって毎年1年に1回行ってる恒例の愚痴がそう言いながらまた大腸調べなあかんなとかって言ってもう病院も分かってあるから毎年受けてるからね何だけ早く回しますとかって言っていろいろやってくれたんだけどなんか昼ご飯を挟んでなんか心臓のなんだっけな脈かな なんかがその前まで早く終わったから